があることは3度ある。授業中生徒寝るじゃないですか。1人ぐらい寝るんだったら注意するじゃないですか。全員寝たら俺の授業の仕方が悪いのかなみたいになりません？そうかもね。全員寝てたことないから分かんないけど、もうそろそろ先生が来るはずですね。クソ面白いっすよこれ。よし、じゃあやっていこうか。あの、わからんとこ調べてもええからね。もう寝てるんですか。調べながらでも全然いいからね。気にはなってると思う。気にはなってる。選択肢にそれがないでしょ。2番、あの選択肢にそれがないでしょ。見てる見てる。うまいなぁ。続々と。静かだよ。はい、起きよう。ここ行った、ポジに行った。起きよう、頑張って。頑張って。はい、頑張って。起きない。起きない。大丈夫、頑張って。頑張って。ね、頑張ってたよ。さっき加工したら何も聞けないか。寝たじゃない。うんって言っちゃったもん。うんって言ったけど。もう頑張って、ほら。起きるよ。閉じる。布団はどうすんねん。寝たね、これ寝に来たのかな。 OK! 起きて、みんな起きて。夏か、そろそろ来て。あ、来た。なんで起きてますか先生。なんで起きてるんですか。あの、授業中に全員寝たら先生はどう起こすのか。基本的にはまず一人ずつあれかな対処していくけど、もはや布団やん。この場合どうしようもないよね。寒いから起こすぎるんだよ。そろそろ諦めようかなと思っていた時に布団が来た。ね、腰ないよ。腰あるわ。